はい、皆さんこんにちは、よっしーです。というわけで本日はこちら阪神甲子園球場に来ております。私、大阪府内在住の阪神ファンでございますが、なんと最後に甲子園に来たのがですね、去年のウルトラ夏8月1日でございました。まあ今は受験生だし多少はね。というわけでね、ただいま4時10分ですね。4時10分を回ったところ、開場してるんですかね。なんですが、さすが甲子園、人いっぱいでございます。というわけで私ですね、長らく阪神ファンをやっておりまして、一つ行きたい場所がございます。というわけで本日はそこね、試合前にサクッと行っていきたいなと思います。さあ、甲子園の南東側にやってまいりました。あちらですね、旗が動いている中、皆さん見えると思います。なぜ動いているかというのは、皆さんご存知の通り浜風ですね。さあ、本日はその浜風がやってくる甲子園浜に行ってみたいと思います。でですね、今こちらを後ろ側には道路がございまして、はい、こちらの道路をひたすら、こちら側に進んでいくだけでございます。で、この道路、あちらにございますね、ヤマハ甲子園センターという場所があるんですけども、あそこ昔阪神の選手寮でして、今は古風荘といってもっと山奥の奥の方にあるんですけども、昔がこの選手寮だったんですね。名前は出しませんが、とあるピッチャーの方がここから脱走してお酒を飲みに行ったというのは有名な話ですね。はい、それではこちら側に進んでいこうと思います。まずですね、こちらの道、こちらに見えてございますのは阪神ファンとかも関わらず関西の方ならご存知、ララポート甲子園ですね。中にキッザニア甲子園も入っております。キッザニア甲子園って言ったら分かる方も多いんじゃないですかね。さあ、ララポートの目の前までやってまいりました。ただいまの時間はですね、23分ぐらいですね。はい、というわけでこちらから、ひたすらこちら側に進んでいくだけでございます。簡単です。でですね、長らく私の動画をご覧の方ならご存知だと思うんですけど、私ですね、こちらの腕時計ではずっとね、阪神ファンのくせにオリックスの腕時計つけてたんですね。あいつがですね、電池が切れて動かなくなりました。でこの辺りはですね、あちらに見えていたりとかこちらにもございますけど、阪神関連の店もたくさんある場所でございます。あちらにもちろんショップアルプスとかそんなんではなくて非公式なやつですけどね。昔の選手のタオルとか売ってたりするので、私パリーグで応援しているのはロッテなんですけども、阪神からロッテに柴田選手が移籍した時には、あそこの店に柴田選手のタオルを中古で買いに行ったことがありました。懐かしい。さあ、まずこちら側に直進していきます。そもそもなんで甲子園がこんなに海に近いのかを説明しなくてもなりません。まず皆様、大阪から神戸に行くには3つの阪急、JR、阪神という3つの路線があるということは皆さんご存知だと思います。山側から順番に阪急、JR、阪神の順番であるんですけども、阪急はですね、山側の都市を通って神戸に行くことなので、山側なので私登山に行くのも趣味なんですけども、芦屋川から復興山の山頂を目指してみたりとか、六甲かな、阪急六甲駅から油こぶってみたりとかもしてます。続いて JR は単純に大阪から神戸を最短距離で結ぶことを目標としているから好きって言ってる感じですね。はい、最後に阪神電鉄ですが、阪神電鉄はですね、皆様ご存知阪神工業地帯の海側の工業帯の場所に行くことを目的としておりますので、海側を通ってるわけですね。その海側を通ってる電鉄会社が所有している球場なので、海側にあるのは当然と言っちゃ当然のことなんですね。ちなみに昔阪急も、西宮球場という球場がありましたが、あれも海側ということはなく山側ということもないですけど内陸でしたね。さあ、私この辺りまでは来たことあるんですけども、こちらをですね、こちらに曲がるとキッザニアがございますね。さあ、ここから先は未知のエリアですね。でですね、私先ほど申し上げた通り、パリーグではロッテを応援しておりまして、皆様ご存知かとは思いますが、ロッテの本拠地 ZOZO マリンスタジアムは本当に海に近い球場としてよく知られています。マリンの近くにある砂浜は仮面ライダー、平成ライダーの聖地でございまして、そこに行ったことがあって、その動画も出してるんですけど、そちらの動画転用しておきますが、なんとですね、外野スタンドを出てちっちゃい林みたいなんですけど、その林を抜けたらもうすぐに砂浜という、そりゃ風速十何メートルとかそんな表示出ますわ。ちなみに ZOZO マリンスタジアムは日本で唯一バックスクリーンに風速ケージがある球場としてもよく知られています。ララポートを出て歩き続けること約10分、明らかにあの辺りですね、落葉樹じゃないような南国を思わせるような木が見えていましたね。これで甲子園浜はすぐそこです。なんだか稲毛海岸を思い出しますね。昔あっちこっちっていうアニメの聖地巡礼で、千葉県にある稲毛海岸っていうところにニコニコ町会議の終わりの夕方ぐらいに聖地巡礼で行ったことがあるんですけど、そこも海沿いの海岸に行ったんですけども、やはりその時のような空気を感じますね。といってもこのチャンネルご覧になっている方はほとんど稲毛海岸わからないと思いますけど、言うなれば海浜幕張の JR の次の次の駅です。追い風を感じながら歩き続けることをおよそ12分ぐらいですかね、ついにこちらの道の行き止まりにやってまいりました。こちらの横断歩道を渡りまして、こちら側に回って、これが今まで来た道ですけども、皆様ここがですね、
どこかっていうと阪神甲子園球場目の前から来ている道を10分ぐらい歩き続けた場所なんですね。はい、その照明のようにあの辺りに甲子園のでっかいライトが映っておりますが、もう電気ついてますね。がナイターしますからね。阪神甲子園駅の東口の目の前にある魚民とかマクドナルドがある道を、十何分ずっと歩き続けただけでこんな南国風の場所に来るんですね。いや、ここから浜風は来てるのかって感じですね。そしてこちらが、はい、浜甲子園運動工場。本当に甲子園から南に歩き続けただけの場所にある場所です。そのことを証明するようにこちらにはですね、鳴尾球場跡、あ、鳴尾球場、なんかあれですね、鳴尾球場跡地があるそうです。あ、鳴尾球場ってなんか名前聞いたことあると思ったあれですね、あの全国高校野球をやってて最初豊田から始まったっていうのは知ってたんですけど、その後移転してきた場所ですね。いや、こんな海の近くにあったもんなんですね。はい、全国中学を優勝野球大会開催の地、昔は高校野球ってそんな名前だったんですね。さてさて、こちら側からさらに海の方を目指して歩いていきます。さあ、見えてまいりました。堤防っていうんですかね、こういうの。皆さん逆音声であんまりよく見えてませんですけど、こちらの階段を登っていきたいと思います。はい、せーの、ドン。おー、見事なオーシャンビューでございます。はい、ここがこの浜風がやってきております甲子園の海、甲子園の海ではないですけど日本の領海ですけども、甲子園の一番近い海ということになります。いや、夕方に来て正解だった。あんまりこれ綺麗に映ってませんですけど、これ現実で見たらすげえ綺麗なんでね。いや、このように潮の流れを感じることもできます。いいですね。ちなみにあちらに見えているのが何でしたっけ、高速道路でしたっけね、ですね。あの海の向こうにまだ道路が通っていて、そこの上を車が通っているとなかなか珍しい光景で、なかなか面白いものであります。ちなみにこちらの甲子園浜は、釣りの名所でもございまして、休日になると多くの方が釣りにお越しになるそうです。いやー、海っていいもんですね。オーシャンビューを見るのは、私去年の10月にですね、英語の実習を受けにハワイに行ったんですけど、その時に見た海以来じゃないですかね。いやー、ハワイの海も綺麗でしたけど、甲子園の近くにこんな絶景が広がってたなんて私は全然知りませんでしたよ。それも徒歩10分から15分くらいで来れるんですからね。試合前に息抜きをしたりとか、まあデーゲームだったら負けた後に叫びに来るというか、ちくしょーって叫びに来る場合、来るのもなかなかいいんじゃないですかね。その用途が合っているのかどうか分かりませんが、まあ、騒ぐのも周りの方のご迷惑にならない程度に。段差がすごい。いやー、こちらに見えておりますのは六甲連山。六甲連山という言い方が合っているのか分かりませんが、六甲の山々ですね。兵庫のこの辺りというのは海と山がとても近いところというのは有名なことでして、やはりこのように海と山が一緒に見えて、さらにこちら側に夕日も見えているというのは本当に情緒がある光景だと思います。いや、受験勉強の息抜きにと思って今日阪神戦のチケット取ったんですけども、来て正解でしたね。まあ、この後の試合が勝つか負けるかにもよりますけど、これで勝ったら万々歳でございます。私ですね、エンディングの映像をね、新しくしたいんですけど、ここで撮るのもありかもしれませんね。さあ、いろいろやってる間に、日没が近づいてまいりました。私がググったところ、本日の日没時間は5時1分。じゃあさすが11月って感じですね。ちなみにこちら甲子園浜ですが、こちら側、東側にございますのが鳴尾浜でございます。はい、皆様ご存知の鳴尾浜球場がある場所ですね。しかしここからだと歩いていくのが遠いので、まあ今回は行くのは歩いていくのは断念したいと思います。でこちら側にありますのが西宮浜。西宮浜には、関西でも数少ない、釣り橋じゃないな、羽橋っていうのかね、羽橋がございます。お前浜橋でしたっけっていうんですけど、お前ってなかなかどこかの球団の監督が怒りそうな名前をしておりますね。さあ、日没が近づいてまいりました。さあ、だいぶ日が傾いてまいりました。ちょっとね、日没早くないかって、今多分ね53分ぐらいなんですね、4時のと思ったらですね、あそこにあるあの島が邪魔でして、もう地平線よりも先に沈んでしまうということですね。はい、もうだいぶね、火があのトラックとかが通るたびに、隠されるというなかなかシュールな光景になっております。お、そろそろ沈みそうですよ。私、山でご来光とかを見ることあるんですけど、火が沈むのを見るっていうのはあんまりないんですよね。はい、沈みましたね。多分実はあの橋の下からちょっと見えてるんですけど、まあもう沈んだということにしておきましょう。一応地平線には消えました。
はい、というわけで夕暮れの甲子園浜でございました。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。私もこれから甲子園に戻って野球観戦楽しみたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。他にもいろいろな動画を投稿しておりますので、もしよろしければご覧ください。気が向いたらチャンネル登録もよろしくお願いします。他にもサブチャンネルとかもやっておりますので、そちらももしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。グッバイ。